富谷市。富谷市は宮城県中部にある人口約5万人の市。2016年、平成28年10月10日の市政施行以前は黒川郡に属し、1970年代から仙台市の北川郊外のベッドタウンとして発展している。市内北部に欧州街道、富谷塾からの中心部、低地の農業地帯。 2015年農家数は241戸が広がる。また、西部を縦断する国道4号沿いを中心に、郊外ショッピングセンターや、ロードサイド店舗、工場、流通企業が集積し、南西部にかけての丘陵地帯にニュータウンが広がる。市境のうち、南辺を仙台市と東辺の一部を宮城郡理府町と共有し、それ以外の東、北、西を、 黒川郡大和町に囲まれる黒川郡遠隔参照。仙台との境は旧宮城郡と黒川郡を分ける分水嶺となっており、市内を流れる河川はすべて北流して山和町の吉田川へと流れ込む。市内は富屋丘陵と複数の吉田川支流が作り出す河川沿いの細長谷底平野で構成される。江戸時代初期に西川、吉田川支流の右岸。 南岸の欧州街道沿いに、富谷塾が設置された。この宿場は、富谷新町、富谷新町塾とも呼ばれた。現在、市役所など、公共施設が集中する市の中心部は、旧、富谷新町の北側、西川、吉田川支流の左岸、北岸に広がっており、旧宿場も含めて、新町地区と呼ばれている。本市は、 仙台市都心部を中心とした超高域証券の青葉証券、あるいは泉中央副都心を中心とした泉証券に含まれているが、泉区内から続く国道4号、欧州街道、陸湖街道沿いのロードサイド店舗開発が市内にも、及びイオンモール富やコストコ富や倉庫店などの大規模商業施設の開発が行われて、隣接地域からの集客力が大きく増している。 本市は仙台都市圏におけるベッドタウン機能を担うことで人口増を実現してきた住宅地開発参照。新興住宅地は1971年、昭和46年の東紅葉台を皮切りに国道4号沿いの丘陵地に次々作られた。新興住宅地は市の総面積の18%を占めるに過ぎないが全市民の9割以上が居住する。 1991年、平成3年の、昇厳トンネルの開通、及び、1992年、平成4年の仙台市営地下鉄南北線、泉中央駅開業とバスターミナル設置で、仙台市都心部までの所要時間が大幅に短縮したため、バブル崩壊後の失われた10年においても、人口増は衰えず、地価も上昇し続けた。地下は1999年、 平成11年頃をピークに低下し始めたが、その分、安く、マイホームが得られる魅力と、トヨタ自動車東日本をはじめとする、大松沢丘陵やその周辺の工場集積地、黒川郡大和町、大平村への通勤に便利な立地であるため、失われた20年と言われる現在でも、人口増加が続いている。平成の大合併期には、仙台市との合併、 黒川郡内での合併、単独調整などの選択肢が議会で議論されたが、本誌は2013年、平成25年には、推計人口で単独市政人口要件の5万人に達すると予測され、ため、単独調整を維持して、姿勢を施行する道を選択した。単独市政人口要件は、法定人口を根拠とするため、2015年、 平成27年国勢調査後の2016年、平成28年4月に市政志向を目指すと町長が議会で表明し、2009年、平成21年12月には市政検討プロジェクトチームを発足させた。住民基本台帳人口では2012年、平成24年12月25日、推計人口では2013年、 平成25年8月1日に5万人を突破し、2015年、平成27年国勢調査でも5万人以上となったため、2016年、平成28年10月10日付で単独市政を施行して、宮城県下14番目の市となった。原則は、黒川郡富谷町が富谷市に変わっただけだが、以降の部分は次のように変更された。 伊達政宗のお高場があったと言われる。また、可愛がっていた鷹が鷹狩り中に死んでしまったために、亀に入れて丁重に埋葬したという言い伝えのある、亀杉も存在している。地元では、亀杉と言われる。鷹の森地域内。江戸時代には、欧州街道の宿場として栄えた、市内に十の神社があり、十愚と呼んでいたのが、富屋と書かれるようになったと言われている。 総務省統計局平成12年国勢調査。以下は、富谷市に本社を置く、置いた企業の一部。江戸時代には、富谷塾付近で茶が、盛んに栽培されていた。平均年齢39.2歳、2010年、平成22年国勢調査と、新興住宅地のため全国的に非常に低い、平均年齢である。富谷市の人口52,575人。 昭和49年に旧富谷小学校と統合した。市内に本店を置く、金融機関は存在しない。以下は支店の一覧である。国勢調査による人口は、戦前が約4000人、戦後は1963年、昭和38年の調整志向があっても1970年、昭和45年まで約5000人だった。 1971年、昭和46年、仙台市に近い市域南辺の泉市、現、仙台市泉区との市町境となっている、丘陵地に、紅葉台団地、泉市内の住所は、紅葉台、当町の住所は、東紅葉台が造成され、分譲が始まった。さらに次々と町内の丘陵地に、新興住宅地が作られ、人口が急増。 1977年、昭和52年には人口が1万人を突破。1986年、昭和61年には2万人を突破。1995年、平成7年には3万人を突破。2004年、平成16年には4万人を突破。2013年、平成25年には5万人を突破した。このような人口急増により、 1985年、昭和60年の国勢調査から人口増加率の全国番付で上位に顔を出すようになり、人口集中地区が町内にも設定されるようになった。さらに2000年、平成12年に DID が2地区に増え、2010年、平成22年には合計3地区となった。富谷愛、富川丘、高野森、日吉台の一部、富谷通。 東紅葉台、赤次台の一部、富谷山、成田の一部。市内の大規模戸建て用住宅団地の遠隔、規模等は以下の表の通り、2011年、平成23年1月末日現在の住民基本台帳による人口及び個数も付記した。計画個数に対し現個数は約95%が充足している計算だが、各家族を想定して、 かっこ3から4人で計画人口が算出されているため家族の形も変化した現在では人口の充足率は7割を超える程度である。また、市町境のお根状に作られたものは一体的な住宅団地であっても小学校、中学校の校区が自治体ごとに分かれており他の自治体の学校が至近距離にあっても通学できないため注意が必要。2011年 平成23年1月末日現在の当庁の住民基本台帳による人口は47,981人であるため町の面積の約18%を占める下記の振興住宅地の住民は全町民の91.6%に及ぶことになり当庁がベッドタウンと呼ばれるゆえんとなっている。なおカキの振興住宅地以外に住む町民の同月 の人口は4016人であるため、欧州街道の宿場町、富谷塾や農村部という旧来からの居住地の人口は新興住宅地が分譲開始される前の1970年、昭和45年当時より減っているとみられる。富谷市で利用されている市内局番は次の通り、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。